キノコの一種である傘は半球型からほぼ平らに開き、老生時には浅い皿状にくぼみ、計3から12センチメートル程度、羊には粘性があるが乾きやすく、赤みを帯びた、高褐色ないし肺褐色、稀に部分的に泡紫色を帯びることがあり、微細なセニーモ紋を表し、幼児は白色ないし泡紫白色の繊維状輪ペンを、 散在させるが次第に裸になり、古いものでは放射状に走る深いシワを生じる。肉は、傘の中央部以外では薄く、脆くて崩れやすく、お白色ないし炭鉱褐色で傷つけても変色せず、味や匂いにはかすかに、土臭みがある。ヒだは柄に、自家製ないし上昇し、やや密で比較的幅、狭く、はじめは、白っぽいが成熟すれば、 泡やかさび褐色を呈し開白色に縁取られる。柄はほぼ上下胴体あるいは基部に向かってわずかに、大のまり、長さ5から15センチメートル、最も太い部分の計8から15ミリメートル程度、排気色あるいは、単積褐色を呈し縦に走る微細な繊維紋をこむり、中ほどに狭い指輪状で紅白色の脆い、唾を備え、基部には、 不明瞭な膜質を成した痕跡的な、次合を有し、中味である。胞子門はやや明るい赤さび褐色を呈し、胞子は、幾分角張った、楕円形内し、アーモンド型、細かいい胃状の文様に覆われ、発芽甲を描く。側はシスチジアはないが、多数の円、シスチジアを備える。傘の表皮素は、ゼラチン質に渦漏れつつ捕服する細い菌糸からなる。 金糸の核壁部には、カスガイ連結を有している。夏の終わりから秋にかけて、赤松黒松もみ、頭皮エゾ松などの新葉樹の林内地上に、個性内視治癒し、これらの樹木の細根と金糸とが結合し、外生金根を形成している。灰松の樹下にも見られ、時に、紅葉樹林でも見出されることがある。古実体直下の地中に、 濡れた綿の塊のように見える灰色の金子層を形成し、広い面積にわたってべったりとはびこる。落ち葉がやや厚く堆積した林床を好む。北半球温帯以北に広く散する。日本国内では北海道から九州にかけて普通に見られる。茶縄は全体に赤みが強く、傘にはしばしば顕著な放射状のシワをこむり、内皮膜が 綿毛状かつや質性で、小源寺のような明瞭な、唾を形成しないこと、小実体が、やや乾燥すると、醤油のような独特の匂いを発することなどにおいて、異なる。気小源寺は、和名が似ているが、外皮膜が小源寺のそれよりもよく発達し、傘の表皮が梱包状内視電球状に膨らんだ、細胞からなる細胞上皮である点から、別属に置かれている。 ニセアブラシメジは、傘の表面に残る、外皮膜層がゼラチン化するために粘性がより著しく、内皮膜が綿毛状内しくもの素状で、証言時のように膜質でない点で区別される。香りには特別なものはないが、歯切れや口当たりが良く、収量が多いことから、各地で食用として利用されている。欧米でも、 食用キノコとして広く利用されてはいるが、評価はさほど高くはない。ただし、フィンランドでは市場で商業的に扱われている。中国からチベット及びブータンにかけての地域でも食用菌として市場に出されるという。和名は河村正一によって命名されたもので、その由来については長野県飯田地方における方言名をそのまま採用したという。 江戸時代に成立した金類図譜である新洋金譜にはシャウゲンジなるキノコが図設され寺の僧が初めてこの竹を食しそれから地元の人々も食べるようになったとの説明書きが付されているまた天保6年に坂本光年が表した金譜にも聖剣寺だけの名が見える将軍寺シャウゲン坊昭恩寺コム僧太鼓のバチ坊主コモ僧などの方言名がある 英語圏では、ジプシーマッシュルームの名が用いられているが、その語源は明らかでない。種商名のケーパータは、シワが寄ったのイのラテン語で、特にやや古いものの傘に、顕著な放射状のシワを生じる点を示したものである。高橋育夫、2007、審判北海道機の小図鑑。アーキシ社、札幌。 ISBN 978から4から900541726今関六なり大谷義雄、本郷継子青木孝幸、内田正宏前川二太郎吉見正一横山和正2 0 1 1三系カラー名館日本のキノコ大和警告社、東京 ISBN 978から4から635090445小川誠 1991松茸の生物学築地書館 ISBN 978から48億672万1994小川誠1980金を通して森を見る森林の微生物生態学入門総文長沢久志氏山田昌生2002証言持続の新種茶場について 日本金学会第46回大会講演用詩集 P50 清水大典、1971原色機のコ前科から見分け方と食べ方家の光協会 ISBN 978から4から259533090ペルコネイン R アルフサン G ジャービニオーエレメントコンセントレーションズインワイルドエディブルマッシュルームズインフィンランドヘルシンキ フィニッシュ・エンバイロメント・インスティチュート。P－ 三十二、ISBN 九百七十八から九五二一一三一五三ゼロ。http コロンスラッシュ、www。imparisto。fi スラッシュダウンロード。アスプ。コンテンテッドイコール。八万七千六百三十五。二千十一年十一月十二日。閲覧。河村誠一。 1929原色版日本菌類図説第一書院今関六成1977野外ハンドブックキノコ山和警告社 IS、ISBN 4-635060136松川仁志1980キノコ方言原色原寸図譜東京新聞出版部 ISBN 978から4から808300302奥沢交渉奥沢正樹1999キノコの語源方言辞典山戸警告社 ISBN 978から4から635880312今税記録なり本郷継夫椿啓介1970標準現職図鑑全集14金類 保育者、ISBN 978から4から586320141、ありがとうございます。